本日は6月12日朝4時43分です。私の動画に対して YouTube Japan からクレームがつきましてですね、1週間のアップロードライブ放送の停止措置を受けております。今日から1週間なんでちょっとね辛いですね。動画の内容はトランプ大統領がツイッターでこういうことを話したのが削除の対象になりましたよってことを紹介している動画だったんですね。まあそれが何がしかの誤解を与えるということでですね、今回のような措置になったんですけども、まあ随分前にアップロードした動画だったんですけどもね、まあ今になってそれが NG だよっていう判定を食らうということで、まあ動画をねたくさんアップロードしてますんで、例えば YouTube の規約が変わった時にその規約に合うように過去の動画をまあいろいろと拾っていくっていうのがなかなか難しいですよね。まあこれはちょっと困っちゃったなと。1週間私がアップロードできないとなるといろんなメッセージが届かなくなっちゃうんで、まあこのねプロダクトローンチという、まあ、サブチャンネルでお届けするようになります。まあその後ね解除されましたら一気にまた元通りの久保哲郎のチャンネルでアップロードしようかと思いますけども、何卒ご迷惑をおかけしますけども、よろしくお願いします。それでは今回はご挨拶までになりますけども、じゃあどんな動画、どういうふうなメッセージが届いたのかちょっとお話ししましょうか。ちょっと切り替えていきますね。お客様のコンテンツに YouTube のコミュニティガイドラインの違反が確認されたためコンテンツは削除されましたということで、一つの動画は消えました。隠居 TV、ツイッターに削除されたトランプ大統領のメッセージということですね。ツイッターに投稿されたんだけども、ツイッター社からこんなメッセージが、トランプ大統領の発言が削除されましたよみたいなのを YouTube の方で紹介した動画だったんですけども、いや、ツイッターで削除されたやつをこっちに載せてもダメでしょうってことになったんですよね。いやー、お客様にとっては望ましくない措置となったことは承知しておりますが、YouTube を全ての人々にとって安全なプラットフォームにするという重要な目的のためにルール違反しているコンテンツが削除されます。今回の判断について YouTube 側に誤りがあると思われる場合は再審査請求を行うことができますということですね。実はね、以前も私ねこういう措置を受けたことがありまして、それは新型武漢肺炎についてお話したやつでしたね。やっぱりねこういう危ないというか、YouTube としては一定の方向に情報を整理したいということがあるんでしょうね。もうそれはしょうがないですよね。例えばある国がなんか、世界の破滅を望んでこんな工作をしてますよみたいなことをまことしやかに書かれちゃうと、 YouTube が、なんかね怖い情報源とかね、平和を脅かす情報源とかになってもいけないんで、そういうことになったんでしょうねきっとね。やっぱりだんだん地上波と同じような扱いにはなってくるんだろうなと思いますね。怖いですね。まあ言論封殺でも何でもないと思いますんでね。ということで私は警告の2個目を食らったんで、笛がピッと吹いてるカードから2つ目のイエローカードが出たものになっています。次はイエローカードがもう1枚出て、最終的には赤いカードが出るということで、結構ね白票を不毛思いでやらないといけないですね。いやいや、では失礼します。